北欧って、まあ、物価が高いっていうイメージがあると思うんです。ノルウェーは北欧の中でも物価が高い方なんですね。でもやっぱ生活してる上で高いものばっかり買うわけにもいかないんですよね。実際安く生活する方法っていうのがあるんですよ。まあ日本でいう訳あり商品とか展示品とかですねを定価より安く買うことができるんですね。でセールの時は日本より物価安い説って自分の中でちょっとあって、特に電化製品、ということで電気屋に来てましたか。あのノルウェーでも大きいエルシオっていうお店で、ロゴ見たら北欧に住んでる人とか行ったことある人が分かるかもしれないけど、北欧全体にお店があって、スウェーデンとかデンマークではエルギガンテンとか、フィンランドだとギガンっていうかな。さっきネットで調べたら GoPro の, あのヒーロー7が今セールやってて、ここでおそらく日本より安い。ちょっと中に行ってみましょう。はい、ということで GoPro のヒーローの7のブラックアクションカメラ、これが今3,590クローネ、価格 .com でさっき調べたら3,600クローネ超えるんで、セールだと意外とねノルウェーでも安く買えるんです。ということで私この GoPro 買っちゃいます。セール品の見つけ方なんですけど、pleaseguiden.no というページに行きます。するとポプラーアレテルブーツというセクションに安くなっているもののリストが並んでいます。実際そのページに行くとですね、安くなっているものを一覧で見ることができます。 GoPro のヒーローの7のブラックは他のお店でも安くなっていますね。クンレコードビリという、ボタンを押すとですね、取り分けやすくなっているもののリストを表示することができます。安くなっているものを見つけたら次は pleaseact.no というページに行きます。ここのページに行くと時系列のデータでいつどの値段になったかというものを見ることができます。 GoPro 7のブラックの場合は今の価格3,590クローネが安いというのが分かりますね。で実際にこれが何円だったかっていうのをビバルディのウェブパネルを開いてみたところ 46,089円に相当するということでした。これを価格 .com の表示値段と比べてみたところ、日本の方が 47,149円からということだったので、あ、ノルウェーで買った方が安いなという判断になったというわけです。このやり方で以前 Nintendo Switch やガーミンのランナー向け時計などを日本の一般的な価格より安く買ったことがあります。 fin.no というウェブサイトでは中古品などを手に入れることもできます。日本でいうメルカリに近いサービスと思っていただいたらいいかなと思います。まあ、fin.no の場合はですね、例えば求人情報や、まあ、物件情報なども見ることができます。実際私もここでスクリーンを安く手に入れたり、自分の古い携帯やタブレットを売ったことがあります。北欧は物価が高いかもしれないけど、諦めずに探せばもしかしたら日本より安く物が見つかるかもしれないということでした。